階段アミーゴ。僕ですね、階段ももちろん好きなんですけど、もともとちっちゃい頃から家族でアウトドアやってたっていうのもあって、はいはい、大人になって僕一人でもアウトドアやるんですよ。登山したりキャンプしたり、でいろんなアクティビティしたりするのすごい好きなんですけど、そういうのでこうやっぱ知り合う方っていうのもいて、うん、で今こうそっち関係でお世話になってる僕が師匠的な思ってる男性がいるんですけど、うんうんうん、おじちゃんで、でその方がですね、まあ、若い頃北関東の上級者が行くの山にですね、うんうんまあ、行こうって言って、でもそういう山ってまず一泊してそれで明け方こう出て登るらしいんですよね、うん、でやっぱ泊まるんですけど、そこの宿っていうのも登山者用の宿っていうんですか、うん、なんか観光者用の宿とかじゃないんで、もう部屋は部屋だけだ、お風呂もトイレも共同で、うん、でシーズンオフっていう、オフっていうかもう終わりに、ほぼほぼ終わりぐらいだったから、もう建物の中もこうチェックインでこう名前書いてる時は寂しい感じがするなって思ってて、でこう部屋入って、まあ、よし明日ちょっと気合入れて登るぞと、天気もいいみたいだって言って寝てるんですけど、明け方パチって目覚めるんですよね。で明け方って言ったってもうシーズン終わりぐらいですから、もうまだ全然夜なんか明けてなくて、で廊下トイレ行こうかなって言ってトイレ廊下出るんですけど、常夜灯っていうんですか、ちっちゃい豆電球がパツンパツンってついてるだけで、建物の反対側まで行かないとトイレがないから、うん、えらい暗いんですよ。しかも木造で。で、窓から入ってくる光なんかないわけですよ。もちろん山だから。怖って思ってどうしようと思うんですけど、あ、そうだ、装備で、非常用のライトあるから、これ使っていこうって言って、一回部屋戻って持って、こう、恐る恐る行って、やっぱ床とかギシギシとって怖いんですって。で、やっと着いて、古い、こう、細長くてパチってこう、ひねるスイッチでトイレ電気つけて、で、入ってるんですけど、気配がする。気配がする場所まで分かるって言うんです。それが一個だけある個室なんです、うんうん。でも、ドア完全に開いてるんですって、どう見たって。何これって思って。でも、やっぱ確認しないとモヤモヤが残るから、確認して何もなかった気のせいで帰りたいから、ファって横からこうやって覗いたら、やっぱ何もないんです。洋式の便器が蓋閉じてあるだけなんですね。帰ればいいのに、なんでかわかんない、当人もなんでかわかんないって言うんですけど、蓋開けてみたんですよ、うん、そしたらそこに一面これぐらいってビー玉ぐらいの大きさで赤くてこうプニプニプチプチしてるようなものが、うん、うわっさーって詰まってて、うん、もぞもぞうごめいてる。へー、でそんなの見たらえっってなるじゃないですか、うん、ってなって固まったその一瞬でポンってそれ一個飛んできて自分の口に入ったんです。うわー、で反射で飲み込んじゃったって言うんですね。そしたらもう、もう、なんていうか、もう、急激な吐き気がこみ上げてきて、自分で制御できないレベルなんですよ。でもそのまんまリバースしちゃうんですけど、自分の口から出てくるもの、今目の前で見えてるその赤いやつがブワーって全部出てきて、それしか出てこないって。でも5秒、10秒って戻し続けるんですけど、もう一向に収まらない。ずっとそれが出続けたまんまスーって意識が遠のいて、ふわって目覚めたら、そこ2階のトイレなのに1階のロビーで、おかみさんに解放されてた。なん、ほんと気持ち悪くてダメだ。そんなお話。はぁ、なんだかわかんない。なんだかわかんない。気持ち悪い。なんですか、リーダー、それ。二重で気持ち悪いですね。今永遠を誓おう、もう君